目指せコンパクトシティ東戸塚。こんばんは、東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子です。ここからの時間は目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そしてまちづくりとはどのように進んでいくのか、より良いまちづくりを目指して東戸塚のまちづくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。この番組目指せコンパクトシティ東戸塚はモレラ東戸塚スタジオから生放送でお届けしています。皆さん今日も素敵な話題をお届けしますので、1時間の間最後までお付き合いくださいね。そして今日も定番コーナーのぐるりコンパクトシティ東戸塚をお送りしていきますよ。今日は先週に続き戸塚区上阿部町の戸塚工業団地に伺い取材しましたのでご紹介します。今日はどんな企業さんが登場するのでしょうか。ぜひ聞いてください。お楽しみに。それでは今日の目指せコンパクトシティ東戸塚、オープニングナンバーをお聞きください。エアロスミスで Walk This Way。 お送りした曲はエアロスミスで Walk This Way でした。 83.7 FM 戸塚目指せコンパクトシティ東戸塚、生放送でモレラ東戸塚スタジオからお送りしています。ここで FM 戸塚を聞いてくれているリスナーの皆さんにお願いです。FM 戸塚のホームページにはできるだけ詳しく番組予告を載せています。番組情報を前もってチェックして聞きたい番組を探してみてくださいね。放送を聞いて地域の最新情報をゲットしてください。それから FM 戸塚の番組はパソコンやスマートフォンでも聞くことができますよ。ホームページにアプリのダウンロードやパソコンで聞く方法を紹介しています。これは災害時にも役に立ちます。ぜひアプリをダウンロードしてください。番組へのメッセージやリクエストはホームページのリクエストフォームからお寄せください。アドレスはメール @fm-totsuka.com、 メール @fm-totsuka.com までお寄せください。ということで目指せコンパクトシティ東戸塚、モレラ東戸塚のスタジオから生放送でお届けしています。ここで先週の放送のおさらいをしたいと思います。先週のぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナー、場所は戸塚区上阿部町にあります戸塚工業団地に伺った様子をお届けしました。この戸塚工業団地は皆さんご存知でしょうか。上阿部町にあるのですが、東京ドーム3個分、約13ヘクタールの敷地に27社の企業さんが入っています。昭和40年に戸塚工業団地協同組合が発足し、56年の歴史があるんです。先週はこの戸塚工業団地にあります株式会社宇津木ケーキの取締役会長の宇津木洋三さんにご出演いただいた様子をお届けしました。この株式会社宇津木ケーキさんというのは、おじい様、ご出演いただいた洋三さんのおじい様の時代から船舶業界一筋ということで、1905年に創業しましたので約116年の歴史があり、洋三さんは3代目の取締役会長さんということです。その1905年、当時は今の銀座ですね、昔は東京市京橋というところに開業したそうです。東京都じゃなかったんですね。東京市京橋で独立開業されました。取材に伺った宇津木ケーキさんはですね、
あのお部屋に通していただいたんですが、1900年前後のヨーロッパの精密機械式時計が並んでいました。ガラスの、ね、扉の中にすごいあの重々しい感じで素敵な精密機械式時計が並んでいたんですが、これらはですね、精工のミュージアムでもなかなか見ることができない年代ものだったんですね。はい、この宇月ケーキさんは船の揺れに強く精密な時を刻む大事な時計の修理から始まり、今はデジタル化、洋蔵さんの代で今の時代に合った合理化した開発を進めているそうです。船の揺れに強く精密な時を刻む 大事な時計って今私言ったんですけれども、あの船の運航には、ね、安全な運航には欠かせないものですね。船の正確な、ね、傾きを計測する傾斜計も、はい、こちら月ケーキさん手掛けております。例えばですね、この傾斜計というのは中東から運んだ原油を日本で下ろした後にまた中東に取りに行くときに軽くなった分海水をタンクに取り込むんですね。そうでないと船が傾いたまんまになりますね。なんか物理的になんとなくわかるようですが、とても難しいあの計器だと思います。これを本当に一筋あの作って手掛けている宇月ケーキさんです。で今は遠隔でタンクセンサーやバルブを操作するそうです。これらの製品のですね、唯一の メーカーだそうですよ。そしてこの宇月洋蔵さんのものづくりへの思いも語っていただいたんですけれども、海上を運航するために正確さを追求して船の安全航海を目指している、そういうふうにあのおっしゃっていたんですけれども、ものづくりの楽しさというものもとってもあのお話しいただく中で感じ取ることができました。ゆくゆくは無人の自動運航船、これをね開発しているそうです。先取りして開発したいという思いも語っていただきました。あとはですね、波の高さのセンサーを開発しているというワクワクした話も飛び出しました。こんな宇月ケーキさんの今は取締役会長を務めていらっしゃるんですけれども、すごい賞を受賞されてるんですよ。天皇陛下から受賞される王子褒章、それからですね旭日昇降章、これは本当にその道をぶれずに取り組んできて継続して貢献しているという方に贈られる賞だそうです。そんなね、あの宇月さんの、まあ、情報、最近の情報なんですけれども、戸塚図書館に創業100周年記念誌というものを置いてあるそうです。ぜひ皆さんも戸塚図書館に行けばこの宇月ケーキさんの歴史が分かりますね。ということで、フランク永井大好きな株式会社宇月ケーキの取締役会長の月洋蔵さんに出演いただきまして、ご紹介いただきました。先週のおさらいを終えたところで、目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一曲お送りします。HY で車に乗ってでした。より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。ここからの時間は定番のぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーです。東戸塚まちづくり開発委員会の組織は、東戸塚駅を中心として 1.5km 圏内の連合町内会の会長の皆さんが理事でいらっしゃるのですが、理事の皆さんや地域で活躍される皆さんのご出演で地域の概要や特性をご紹介したり、ぐるぐる巡ってその土地その土地にまつわるトピックスをお届けするコーナーです。今日は先週に引き続き、場所は戸塚区上矢部町です。
戸塚区の北西に位置する神阿部町は町を縦断するように流れている阿久和川があり、支流の名瀬川からの水が注ぎ込んでいます。西側は泉区に、東側は名瀬町に隣接し、名瀬町からの緑が続いて自然豊かな地域となっています。そして特徴としては、町の西の端にはです、中小の企業団地があり、多くの工場や事業所を抱えているとことです。それが戸塚工業団地です。戸塚工業団地は東京ドーム3個分、約13ヘクタールの敷地に27社の企業さんが入っています。昭和40年に戸塚工業団地協同組合が発足し、56年の歴史がありますが、この工業団地さんはですね、神阿部連合町内会の参助会員としても地域に貢献しているそうです。ということで、今日はこの戸塚工業団地にあります株式会社日産クリエイティブサービス経営管理本部総務部課長の石川康さんのご出演で、レポーターは岩崎和沙でお送りします。前半後半2回に分けてお送りします。まずは前半をお聞きください。ぐるりコンパクトシティ東戸塚、今日私は戸塚工業団地内にあります株式会社日産クリエイティブサービスさんにお邪魔しています。今日お話を伺うのは、株式会社日産クリエイティブサービスの経営管理本部総務部課長の石川康さんにお話を伺っていきたいと思います。石川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、日産クリエイティブサービスさんなんですけれども、北海道から九州沖縄まで事業所や工場などを構えていらっしゃるということなんですけれども、どのような事業をされているんでしょうか。はい、弊社はですね、北北海道、陸別、日本で一番寒いところですけれども、はい、ところから沖縄まで、はい、全国に33の事業所を構えております。事業といたしましては、はい、名前にあります通り、日産自動車さんの、もともとは福利厚生を携わっている会社なんですけれども、はい、その中でも、さらに業態を広げまして、エンジニアリングサービスであったりとか、マーケティングサービス、はい、それに、ビジネスサービスというような形で、業種をやっております。エンジニアリングサービスの中では、例えばですね、各日産自動車さんの工場から排出される、産業廃棄物、こちらを、はい、廃棄物として処理をしていく、はい、その中で、リサイクルなどにつなげていくような、提案をしていくというような仕事であったりとか、はい、日産自動車で、開発される自動車を、当然テストコースで試すわけですけれども、はい、そちらのテストコースの、管理運営なども行っております。はい、また一般のお客様という面で見ますと、工場見学の運営をしておりまして、はい、各地区の小学校の方々が工場見学にいらっしゃった時に、はい、そちらを対応していくというような業務もやっております。本当に多岐にわたる環境のことですとか、車に関わる多岐にわたることをやられている。そうですね、直接車の生産をしているわけではないんですけれども、はい、そちらの生産のサポートであったりとか、従業員の皆様の、はい、サポートをしている会社になります。いつ頃設立されたんでしょうか。はい、弊社は1956年、昭和31年に、日産交際会という形で、日産自動車の横浜工場の中に、はい、設立されました。もともとは、生産ラインから発生する、その側面をサポートする補助的な仕事を引き受けておりました。はい、その後、日産自動車がオッパマ工場ですとか栃木工場という形で、工場を広げていく中で、それぞれの、日産自動車さんや関係会社さんの、各工場の中に、事務所を構えるというような形で、拡大していっております。1971年に、戸塚グミサーの方に本社を移転しております。その後、1992年、今こちらの、工業団地のあります神阿部町の方に、本社屋を、完成いたしまして、そこから30年間こちらの戸塚工業団地の中で、業務をしております。2004年に、日産自動車他関連会社の、子会社が10社統合いたしまして、現在の日産クリエイティブサービスといたしまして、日産グループの総合サービス会社という形になりました。
また直近ですと2020年東戸塚の方に新たなオフィスを開設しております。この戸塚に来て、まあ、今の体制になる前から戸塚に拠点を置いてもう30年以上経っているということなんですね。そうですね。まあ、地元に根付いたと言っていいのかわからないですけれども、まあ、あの今現在戸塚の本社の方には250名ほどの従業員がいるんですけれども、そのうちのまあ1割程度30名ぐらいはこの戸塚の神谷部近辺の方々がまあ勤務されているというような形になります。そうなんですか。2020年に FM 戸塚がある東戸塚にやってきたということで。そうですね。あのFM 戸塚さんが入っているビルの、はい、北側になるのかな、はい、のビルの中に、事務所を構えて今100名ほどがそちらの方には勤務をしております。あ、そうなんですか。今度覗いてみようかなと思います。はい、お願いいたします。はい、先ほどいろいろな事業の内容をお話しいただいたんですけれども、その中でテストコースというお話が、はい、あったと思うんですけれども、どんな感じかすごい気になりまして、どういったようなコースがあるんですか。はい、日産自動車さんが新車を開発される際に、はい、それぞれ、まあ、スピードテストとかいろいろテストをされるんですけれども、はい、各工場にそちらのテストコースがございます。はい、例えば、陸別の方ですと、まあ、寒冷地の、はい、試験をするようなテストコースであるとか、はい、栃木工場なんかでは、全長 6.5 キロの工場を、まあ、外周を回るような形のテストコースを、お持ちです。そのようなテストコースで、まあ、安全に日産自動車の皆様が、実験をできるように、コースの運営管理、まあ、ゴミが落ちてないようにというような細かなところから、管理をしているというような仕事をしております。またオッパマ工場の方には、グランドライブという設備がありまして、そちらは、新車が発表された際に、テレビ CM の撮影であったりとか、記者発表なんかで、実際に、まあ車を体験していただくというような形の、場所もイベントとして、運営管理をしていたりいたします。じゃあ、まあ、季節といいますか、その地域の天候ですとか環境に合わせたテストを行っている。そうですね。各テストコースの中にもあの高速周回路といわれるバンクのある、はい、スピードを、まあ、チェックしているような場所であったりとか、はい、まあ、ヨーロッパの街並みというか路地を想定した石畳のようなコースですとか、角度まだちょっとわからなく、かなりの急坂の、コースであるとか、いろいろな、まあ、路面を想定したコースが設定されているというような場所になります。きっとあの業務をそこでされている方はとっても緊張感あるとは思うんですけれども、聞いている私たちにとってはとってもなんか楽しそうだなと見てみたいなというふうに思います。そうですね。はい、私も同乗させていただいたことがあるんですけれども、はい、高速周回路では、まあ普段出せないようなスピードを出していただけるので、まあ、安全にですけれども、そういった体験ができる場所という形になっています。そうなんですか。ありがとうございます。はい、ということで今日は戸塚工業団地にあります株式会社日産クリエイティブサービスの総務部課長の石川康さんに、お話を伺いましたね。はい、皆さん日産の車のテストコースとかとっても興味深いのではないかなと今お話を聞いて私も思いましたけれども、日産グループの、ね、総合サービス会社ということで1956年ですかに設立して、まあ、戸塚の神谷部町に来たのが1992年、そこから30年間ですね、30年間以上を戸塚の地に、で活躍される会社さんの話でした。まだ後半ありますのでこのままお聞きください。目指せコンパクトシティ東戸塚、東戸塚のモレラスタジオから生放送でお送りしています。今日のぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーは戸塚区神谷部町にあります戸塚工業団地から株式会社日産クリエイティブサービスの総務部課
長の石川靖さんのご出演、レポーターは FM 戸塚の岩崎和沙でお送りしています。2回目ですね、前半後半でお送りしていますので、後半をこれからお届けします。それではお聞きください。ではですね、先ほど環境の方にも環境に関する事業も行っているというふうに伺ったんですけれども、はい、どういったような事業を行っているんでしょうか。はい、日産自動車さんの方では、SDGs に対応して、日産グリーンプログラムという、環境に対する活動を、長年続けられております。はい、その中で弊社では、資源のリサイクル、リユースということを、提案させていただくというような業務をやっております。各工場では当然、いろいろな鉄板ですとかゴミが出るんですけれども、そのゴミとして扱うのではなくて、有価として、次の、材料にしていくというようなところを、することで、日産グループ全体としてゴミの排出量を減らしていくというような活動をしていたりとか、最近ですと、電動の自動車リーフというのがございますが、そちらのバッテリーを、やはりリユースするということで、再活用をどうしていくのかというような事業にも、携わっております。リーフから電気を取り出して、いろいろな発電とかもできるというふうに聞きました。そうですね、CM でもありますけど、リーフトゥーホームという形で、リーフに、安い電気代の安い時間帯に充電をして、それを一般の、家庭で、エアコンですとかテレビですとかそういったのの電気として使えるというようなこともありますし、災害の時の、バッテリー代わりにもなるというようなことができます。まずですね、安全防災の日というのがあるというふうに聞いたんですけれども、どういうような日なんでしょうか。毎月、第3金曜日なんですけれども、従業員が、通勤する上で、事故に遭わないようにということで、入り口周辺が、信号であったりとか横断歩道のない、場所になりますので、そちらで交通立証して安全に、従業員が渡る、逆を返すと、通行される車の方々が事故に遭わないようにというような活動をしております。またその中で、周辺の、通勤経路にもなっておりますので、清掃活動ということで、毎月活動しております。もう様々なところで環境にも気を使っていらっしゃるんですね。はい、ありがとうございます。横浜市の方で 3R 有料事業所というのをやっておりまして、そちらの中にも取り組みながら、いかにゴミを減らしていくか、先ほどありました通りいかに資源化するかということで、ゴミを減らすというような活動も、しております。そうなんですか、ありがとうございます。ではですね、石川さんの車への思い、ものづくりへの思いというのを伺ってもよろしいでしょうか。はい、我々の会社、私もそうですけども直接車を、作っていたりとか販売をしたりしているわけではないんですけれども、側面で支えるということでは、自動車産業に携わっている会社になります。先日日産自動車の、さんの方からも、新時代のクロスオーバーということで、新車のアリアというものが発表されました。こちらも、EV の、電気自動車になるんですけれども、SDGs、カーボンニュートラルということで二酸化炭素を減らす、一切出さない車になりますので、日産自動車さんがそういった先進の技術を搭載した車を作っていくという中で、いかに、生産をサポートしていけるか、またそれを作っていらっしゃる従業員の皆さんをいかにサポートできるかというのが、自動車産業に関わっているという意味では、そこを大切にしていきたいというふうには思っております。では最後にラジオをお聞きの皆様へメッセージよろしくお願いいたします。はい、神谷部工業団地、こちらに、拠点を構えて、ちょうど今年が30年目になります。戸塚、工業団地の一員として、それはもちろんのことですけれども、事業者産業に携わる、会社としてこれからも、交通安全ですとか、環境といったような取り組みを、通じてですね、安全安心な街づくりに、少しでも貢献できたらいいのかなというふうに考えております。ありがとうございます。本日お話を伺ったのは株式会社日産クリエイティブサービスの
経営管理本部総務部課長の石川泰さんでした。石川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。FM 戸塚目指せコンパクトシティ東戸塚、生放送でモレラ東戸塚スタジオからお送りしています。今日は戸塚区上矢部町にあります戸塚工業団地から株式会社日産クリエイティブサービスの経営管理本部総務部課長の石川泰さんのご出演で、レポーターは FM 戸塚の岩崎和沙でお送りしてきました。前半後半で聞いていただいたんですけれども、この日産クリエイティブサービスさんはですね、先ほども言いましたけれども1956年に設立して、この戸塚区に来たのが1992年ということで、それから約30年以上ですね、この戸塚で活躍される企業さんでしたね。まあ、あの印象的だったのがテストコースの話とか、あとはあの環境に取り組む姿ですね。のリユース、いわゆる、ゴミを出さないということで、鉄板とかの廃材が出てもそれを次の材料にしているということもとても印象的でした。それからまあリユースということ、環境に優しいというところでは、日産車のあのリーフですね、有名なリーフ、そのバッテリーもリユースしている、そんな事業にも携わっている日産クリエイティブサービスさんなんですけれども、そのバッテリーね、お話出たんですが、リーフは災害時にもとても役に立ったし、これからも期待できる車ですね。災害時電気が来ないという時でも、この車のバッテリーを使って、あのこれは災害時とっても助かると思います。それから印象的だった話が、横浜市の 3R 事業ですね、有料事業所としてゴミを減らす取り組み、それからゴミを資源化する取り組み、これ先ほども言いましたけれども、その横浜市でも優良企業として認められているという話もありました。そして EV の電気自動車のアリアですね、これ注目の車ですね。このアリアの開発や製造のサポートをしている大事な企業さんなんですね。ということで、本当にあの地元地域に密着というところでは、この安全安心な街づくりに、これを手助けをしたいという思いを最後語っていただきました。はい、今日ご出演いただいたのは、戸塚区上矢部町にあります戸塚工業団地から株式会社日産クリエイティブサービスの石川泰史さんでした。どうもありがとうございました。お送りした曲は BTS でパーミッショントゥーダンスでした。 FM 戸塚目指せコンパクトシティ東戸塚、生放送でお送りしています。ここで FM 戸塚からのお知らせです。この度は梅雨前線の影響による記録的な大雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。ただいま FM 戸塚では、土石流災害により被災された熱海市の伊豆山地区の方々への支援のため現金を受け付けています。皆様からお寄せいただいた現金は被災地に全額お届けいたします。はい、熱海市にお送りします。JR 東戸塚駅西口すぐのモレラパークで定期的に義援金活動を行っています。またモレラ東戸塚2階 FM 戸塚モレラスタジオ前に義援金箱が設置されているのを見かけましたら、ぜひ温かいご支援をよろしくお願いいたします。
週火曜日19時から生放送でお届けしている目指せコンパクトシティ東戸塚。はい、来週の予告をしたいと思います。昨年11月に特集した柏地区にまた再び戻っていきます。柏地区と言いますとですね、場所は JR 東戸塚駅と戸塚駅のちょうど中間あたりに位置しますね。去年の11月から旧川上小学校、今は秋葉町にある、川上小学校、昔は柏尾町にあったというお話をしたり、あとは大山不動尊ですね、これ不動坂の付近にあります大山不動尊、そして柏尾小学校からちょっと近くにねあります御嶽神社、そして不動坂付近にありました増田家の餅の木、それから赤関橋の岩下染色水仙工場、それから鎌倉ハムの赤レンガ倉庫、外郷遺跡などなどをお届けしてきましたけれども、その続編として柏地区連合町内会会長の斉藤純一さんがこれからの展開をナビゲートしてくれるんです。はい、ちょっと予告しちゃいたいと思うんですが、一つは旧国道1号線にある不動坂という交差点の歩道橋計画ですね。これは小学生が安全に通学できるということで今計画が進められているそうです。それからもう一つ、増田家の餅の木に関することですね。この増田家の餅の木をちょっと振り返りたいと思うんですが、不動坂付近にね以前あったんですね。神奈川県の指定天然記念物に指定されていた増田家の餅の木、樹齢は300年ぐらいだったんです。19メートルにも及ぶ2本の餅の木は江戸時代から増田家の土地にあり、昭和56年にはこの神奈川県の指定天然記念物とされました。でこれまでですね、一昨年の6月までですか、地域で大切に見守られてきましたけれども枯れてしまったんですね。で一昨年の8月6日ですか、伐採されてしまいましたが、なんとか子孫を残せないかと、地域の方々、斉藤さんはじめ地元の方々と戸塚区役所が協力して採取した餅の木の枝からクローンが育つことが今実現しているというお話なんですね。そのクローンをどうするかという、もうこれは本当にトピックスになりますけれども、これを柏尾小学校の裏山にこれから育てていきたいという、はい、こんな特別な話があるんですね。そんなお話をですね、来週は柏尾地区連合町内会の斉藤純一さんにこのあたりを全般をちょっとお話しいただいて、それからまた取材に伺っていきたいと思います。たくさんのトピックスありますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、ということで、ね、目指せコンパクトシティ東戸塚、この番組はぜひお手元に東戸塚まちづくりマナーブックを見ながら聞いていただきたいんですね。このまちづくりマナーブックは FM 戸塚のスタジオやモレラ東戸塚のフードモールのラックに設置してあります。10の基本理念、ぜひ皆さんまた復習してみてください。東戸塚まちづくり開発委員会のホームページにも電子ブック型で掲載していますので、いつでも見られます。毎週火曜日19時から1時間の生放送でお届けしている目指せコンパクトシティ東戸塚、お別れの時間となりました。はい、ラストナンバーは今井美希で瞳が微笑むからをお聞きいただきながらお別れです。ここまでのお相手は東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子でした。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。